J-WAVE Hello World Friday、えー、今夜はオカルトサミット2014夏と題して、えー、稲川淳二さんものまでおなじみ BB ローさん、はいえー、そしてユーマー研究家の中澤武さんとともに、はいえー、不思議な話、まか不思議いろんなものを語り合っています後半もどうぞよろしくお願いいたします さあここからはですね中澤さんにさらに未確認生物未確認動物、はい、ユーマ関連のニュースを教えていただきます、はい、それではまずはこちら行ってみましょう人工的にユーマが開発されていることが判明はい、これ<や>未確認生物なんですけれど、うん 今その天然のユーマじゃなくて今遺伝子操作とかがあるんでもういわゆるマッドサイエンティストみたいな人がもうすでに勝手にユーマ作ってるんじゃないかっていう話が結構いろいろ世界中でそういう話が出てる 有権主体的なことですか?。まあ、本当そういうことですね。うん、有名なところで言うと、チュパカブラとか、あの吸血怪獣が。プエルトリコにいるんですけど、あれは遺伝子操作で生み出されたんじゃないかみたいなことも言われてまして。で、今、世界で一番人工的なユーマが作られている場所ってどこだと思いますか?うんはい。ええー、わかんないです。日本とか。そうです。え、そう。びっくりしました。普通だったら、アメリカとかかなっていうかなと思ったんですけど、実は日本の茨城県の。 つくば市の地下です。ちょっと待ってください。おばあちゃんの実家にめっちゃ近いじゃないですか。はい、そうなんですか。茨城なんですか。<laughs> うん、実はですね、あの茨城県のつくばっていうのはもう本当、はい、普通にあの世界で一番科学が発達してるのでアメリカとかだってイメージがあるんですけど、実はつくばの科学力ってすごくて。はい であのー、私ちょっと本当に実際に証言を得ることができたんですけど、うん、筑波の地下に入ったことがある方がいるんですけれど、うん、その方が筑波の地下でおそらく作られたであろう、えー、4本足のニワトリが生きている姿と3、えー、つ目の猿と 2m のネズミを。 つくばの地下で目撃してる。あの YouTube ライブ、YouTube ライブの方に出てきたこの絵ですね。これ破壊力ある。これがつくばの地下に。いやあ、ちょっと映画破壊力ありすぎて話がまり入ってこない。すいません。すいませいやでもね、これがね本当に。あのどういう目的で作ってるかわからないですけど、つくばの地下でこういう不思議な生き物を見た人が結構いろんな方から証言を得てまして、で最近あの茨城でカンガルーが目撃されるっていう事件がありまして、これあのワイドショーとかでも紹介され 出たんですよ茨城で誰かがカンガルーみたいな。でもこのカンガルーも実はただのカンガルーじゃないんじゃないかって説がありまして実は恐竜って。 哺乳類類ってて説がありまして<ー>あの爬虫類じゃないんですよジュラシック・パークみたいな姿じゃなくて実際には毛が生えてて、はい、それが二足歩行で歩いてて、はい、でもしそういう生き物を見たらみんなカンガルーだと思うかもしれない、うん、つまり茨城で目撃されたカンガルーは恐竜でこれはおそらく筑波の地下がジュラシック・パークみたいなことをやって筑波の地下から恐竜が逃げ出したんじゃないかっていう説まであるんですね。パ <laughs> <laughs> パーク <laughs> 筑波パーククはい <laughs> そのくらいつくばやばいやばいっていうのはいい意味ですけど、うんえー、ほんとすごいいろんな研究をしてるらしいですね、えー、ちょっとなんか面白くなってきちゃいましたね茨城つくばさあ続いてもいきましょうか、はい、こちらですン生きたポケモンが目撃されるこれはあのポケットモンスター、うん、ご存知ですか こうういのってあり先ほどの南極ゴジラもそうだし巨人兵もそうなんですけど映画とか漫画の空想上のキャラクターだと思われていたものが実際に目撃されるっていう事件は結構ありまして例えば下北沢で塗り壁を見た方とかいるるんんでですすよよに下北沢出塗り壁とかもありますし有名なところでいうと脚本家の三谷幸喜さんの古畑任三郎三谷幸喜さんはトトロを見たことがあるんです。 書いてるものがコメディーだからギャグで言ってるんじゃないかと思われてすごい必死に誤解を解くように言ってたんですけど、うん、ギャグじゃなくて本当に空をを飛んでるトトロを見たことが三谷さんはあるんで地上ういうふうに空想のだと思ってたキャラクターが現れても実際結構ありまして <laughs>、はい、で最近で言うとポケットモンスターいろいろいるんですけど、うん、ポケットモンスターにプリンっていう ピンク色のなんて丸っこいねキャラ生き物なんですけど、あれこれですか？まああのこんな感じですね。ポケモンのプリンそっくりの生き物が、あのこれ先ほどの話とちょっとつながんですけど、あの茨城県の桜川リンリンロードというサイクリングロードみたいなところで。 あのプリンを目撃したっていう方もありまして、うんうん、これただの,あの <laughs> 本当ですよ, <laughs> ですよそんな歌 <laughs> あの桜川リンリンロードすごいことになってまして <laughs> あのこのラジオどんくらい桜川の方聞いてるかわからないんですけど、うん、このポケモンのプリンもそうなんですけど桜川リンリンロードを歩く2メートルのゴリラのような獣人も目撃されてるんですだからすごいあの なぜかあそこすごいユーマ目撃多発地帯のサイクリングロードになってるんですね、うん、なるほどねもう世界中のユーマハンターがひょっとして今後も茨城の筑波に現れるかもしれない,っていう、ねうね、ハリーさんのおばあちゃんもぜひユーマを探しにしい,、ね、いやーねー本当に気になるところありますが、はい、じゃあねどんどんいきましょうか、はい、こちらです、はい、アフリカの恐竜んもコロコロ <laughs> これ言いにくいですねごめんなさい合ってました僕も ウボコロコロウボコロコロいや言いにくくてしょうがないなこれユーマってもう外国ってもう訳わかんない名前のがいっぱいいてウボコロコロっていうのが教えてくださいアフリカにいるんですけどこれアパトサウルスっていうなんていうんですかね四つ足のまあ首長いなんですけどロバみたごめんなさいおわず吹いちゃいましたけど実際写真が撮られて僕その写真を見ながら書いたんで写真が撮られたんですか撮られてるんですあのこれはあの石油発掘チームえっとナイジェリアの石油 発掘チームの方があのウボコロコロと現地で呼ばれてるあの、うん、アファトサウルスのような生き物を発見して写真を撮影しまして、うん、まあそんなに鮮明ではないんでこの僕のイラストでもあの表情とか描かなかったのは写真ではあの顔つきとか分からなかったんで、うん、ちょシルエットのような感じな四つ足の首長にはナイジェリアを歩いているっていうのを写真を撮られたっていうことで,、うん、でやっぱアフリカって、まあ、僕らもイメージではなんか未開の大地みたいなイメージを持つんですけど、えー、実際その おそらく世界で一番恐竜の生き残り型ユーマー。 が目撃されてるのはやっぱアフリカで、あの同じアフリカで言うと、あの有名なところで今後今後共和国にモケーレムベンベというですね、これもあのうんぼうコロコロに、うんえー、似てる、えー、四つ足の首長りみたいのがアフリカの今後共和国でも見つかってまして、うんうん、これあの現地の、えー、原住民の方があの食べたこともあるんですね、あの狩りでで食べたモケーレムベンベを、えー、実際 殺すことができまして現地の方々が食べたんですけれど<ー>模型レム便便を食べた方が全滅というですね、えー、<laughs> つまりあの模型レム便便は

食べたって話多いんですよでも今のところ食べて死んだっていうのはモケレムベンベンぐらいなんでまあウボコロコロは食べても大丈夫かも今話した43分の中でウボコロコロとモケレムベンっていうねデータは確かに頭に入ったんですけどの話がなかなか残らないかもしれないですけどでもねいやちょっと気になりますねこれ本当にそうですねナイジェリアに行くとですね金でできたウボコロコロのペンダントが売ってるんですけどこれ欲しいなとどっっかに転がるんですかね現地に行くと ユーマ僕好きなんでいろいろ探しに行くんですけど、うん、なかなか本物見れないんで大体、うん、いい現地行ってヒバゴンのキーホルダーとか買って行ってよかったなっていう気持ちに毎回味わうんでぜひ、うん、ボコロコロのペンダントもコレクションに加えたの中澤さん、ユーマは食べた経験あるんですか、はい、食べたことはさすがにないんですけれどで,、ねうん、でも一度だけ目撃はしたことがあるんです。あららはい まあ本当にねもうあのちょっと深すぎるお話が次から次へと出てきてるんですね、はい、プリンも気になりますけどもぼこコぼコロちょっとあんまりまだ情報がないんでねぜひあのみんな探しに行ってほしいですねわかりました、はい、うわ楽しいな、はい、さあということで今夜はユーマ研究家中澤武さん稲川潤さんでおなじみこの後とビービゴロさん語る不思議な体験談です <laughs> 桜川りんりんロード現地の方いるかな、うん、最近は本当にあの自分はユーマ研究家だって言ってるんで目撃情報が寄せられてくるんですよろ、はい、いろんなところからそうですね桜川りんロードも僕にあのメールで直接くれて最近こういう話があるんですけど調べに来ませんか その中で信憑性がある方と信憑性があまりない方で結構分かれるんじゃないですか僕はやっぱ現地行ってあの反応を見てこれは嘘っぽいなっていうのとこれは間違いなくいっていうの実際現地行ったとしても、はいろいろ旅費とかかかってしまうじゃないですか、はい、そ無駄な旅費っていうものもも,もちろん、まあね、あるとはありますよね、はい、まあだ、まあ、その優馬ーー研究家って仕事としてもやってるかもしれないけど、うん、半分はもう趣味で出費の方が多いですから、ね、あ<ー>かでなんででも楽しいですよあのお花見と同じような もんですよ <laughs> <laughs> 花を見るのと変わんないですか、ね、はいはいあれユーマのお肉はじゃあもう手には入ることはできないですか僕はちょっとただあの,あの死体はあの僕のお世話になってる方の家の冷凍庫にもユーマの死体の肉が、ねうん、入ってます、ね、<laughs> 死体だったら結構肉出あるんですけど <laughs> いやこれ完璧にやばい話です, <laughs> <laughs> やばいですかね <laughs> そ,れ、はい、それ大丈夫なんですかね <laughs>、うん、でも、はい、海外から持ってくるわけに そうですね。なん、まあ、でもあのこの、僕の知り合いの方は沖縄の海に上がった未確認生物の死体のあ<ー>まあ肉片をまあ入手して、そうですね。だから特に、はい、えー、どこでしたっけあの南南米で、はい、よくありませんあのチリか、はいえー、西側の海岸沿いでいろんなものがちょっと打ち上がったりとか、はいはい、あれはやっぱりまあ意外と 研究ってお金かかるんで研究してくれないんですよねマジでたまに本当にやばいやつがんか出てきちゃってでもそれをちゃんとデータの分析するお金がないから結局謎のままになってしまうさっきんかあったんですよねインカ帝国かなんかのあのまず骸骨が見つかったか？骸骨すごいんですよこんなこんな骸骨なんですよ。 明らかにちょっとエイリアンみたいなそうそうそう形をしていてそれが何なのかってあれもまああれは若干フェイク説が出てるんですけどでもまだ確定はできないんですけど説の一つが古代文明で頭をぎゅうぎゅうにここの首の一族あるじゃないですか伸ばすやつそれを頭にやってる一族もあったんじゃないかっていうそそうううですねい説もあり伸ばしていそそううそうそう やばいっすよ<う>こいつだとヘディングしとったら絶対勝てねえな <laughs> みたいなちゃんと研究してくれればいいんですけどやっぱりなかなかしてもらえなくて、うん、でいらないからって言って僕の友達が手に入っちゃったりとか、うん、まあそういう現状なんでセガワシィさんセガさんこれって808ステイトですか あれですよ、なんか、僕の友達で害虫を食べる芸人がいるんです。はい、あ、佐々木さんです。本当 <laughs> 赤虫なんとか。すごいですね。手に触って、その後なんか食べただけで、子供は菌が回って死ぬっていう、なんか沖縄の害虫とかをそれ聞きつけて、沖縄行って。<laughs> それ、それ生で食べるんですか。か生で。死んじゃうじゃん。じそ,それって。生きてます、ね。<laughs> <laughs> なんか免疫があるんですかね、特殊な。すごい。 聞いても気持ちいい唯一無二のボーカルですお届けしたのは91年のナンバー UK のテクノバンド 808State がビョークューフィーチャンした「Oops」でした J-WaveHello World 今夜はユーマ研究家の中沢武さんそして稲川淳さんのモノマネでおなじみ BB 五郎さんと共に不思議なお話 未確認の噂話語り合っています。オカルトサミット2014夏。続いてはですね、BB コロさんに、まあ、不思議な体験談をここで語っていただきたいと思います。はい。コロさんお願いいたします。よろしくお願いします。五年ぐらい前なんですけど、うん、まああの修殿まあ池袋というところで、とまあ僕池袋沿線に住んでるんで、うん、まああの修殿終わったのも歩いて、えー、帰ってたんですね。 で地元の駅にそうですね、もう1時半ぐらいに着いてですね、コンビニで、えー、お酒をまた買ってですね、えー、家に帰って飲もうと思ったらですねあの、まあ、僕の家の方ってちょっと住宅街なんで、うん、あのなんて言うんですかね、街灯が薄暗いんですよね、夜になると。うん、で、本当、男性1人が歩いてても、後ろでちょっと音がすると、ビクって後ろを振り返るぐらい、ちょっと夜中は気味が悪いんですね。 でそこまあ足早に家に帰ってたらですね、まあ、あのー、もうあと家まで10メーターというところでちょっとあの催してきちゃったんですね、うん、ああお手洗い行きたいなと思って家に帰ればよかったのに何なんでしょうねその時僕バカだったんでしょうねもうまた50メーターほど行けば公園があるんですね、うん、公園のお手洗い使ってその後ちょっとあのー、ね 公園のベンチかなんかでお酒飲もうかな,なんと思って、うん、まあ家を通り過ぎて公園に行っちゃったんですね。うん、そしたら公園に入ると、さらにあの草木が生い茂ってて、あのなんていうんですかね、またもう薄暗いというか、真っ暗な状態に近いんですよ。はい、で、まあ、あの砂利道でできたそのね、ね作られたちょっと人工的な道を歩いてたんですけどね。遠くの方にあの公衆 ベンチの,の,の蛍光灯の明かりがあるんで、その明かりをたどって歩いてたら、ですね途中、その道の途中にあの桜の木が何本か立ってるんですね、そこに差し掛かったところに、女性がいることが分かったんですよ、それはもう闇夜に目ぇ鳴らしてきてたんで、あ女性がいると思って、僕の、の僕に背中を向けてるんですね。でもなんか僕、立ち止まって、なんか変な雰囲気になって、なんなんだろう、この女性、なんかがおかしいなと思ったら、ビールケース1個分。 浮いてるんですねう<わ>えっと思って下からゆっくり見ていくと首くくられてたんですね、えー、うわー見ちゃったよと思ってもうどうしようかなと思ってあの電話をしようと思ったんですね、うん、あのでもやだなどうしようかなと思ったら男性の人があのその。 僕、見えてなかったんですけど、うん、いきなり出てきて、電話してるんですよ、うんあのー、そのことを伝えてるんですね、おそらく警察か、どっかに伝えてるんですね、僕も実はあの昔、あのー、飛び降り自殺を見て、それ、第一発見で通報した後にそに、同じことをあの警察官に何回も尋ねられるんですよ、ただ、もうそれが嫌だったっていうトラウムを持ってもう、もう僕はもう、電話してる男性がいたから、もういいやと、本当は良くないかもしれないんですけども、も電話してるっていう時点で、僕はもう。 帰っちゃったんですでもう家に怖くなっちゃって。うん、で、家に着いてもなかなか寝つけなくて、そうですね、もうそこから15分ぐらい経ったら救急車が到着した音が聞こえてですね、うん、あの、あ救急車来たなと思ったけども、寝つきも悪いんで、もういや、ちょっと矢印馬になって行っちゃえ、なんて思って、うん、その公園にもう一回行ったらですね、やっぱ黄色いテープ貼られてて、うん、なんかいろいろ。 警察官とかいろんな方いらっしゃったんですけど野じ馬の方が2人いてちょっと1人お話ししやすいようなおじいさんに「うん、何があったんですか?」って聞いたら「いやー首吊りだってよ」って言うんですよ。でまあ僕は見てたから「あれだけどえーとかわざとら,らしく驚いてたら、うん、その後そのおじいちゃんがとんでもないこと言うんですよ。うん、首吊りえっちょっと待ってください。僕は1人しか だったらあれを見てるんだけど、カップルってどういうことと思ったら、あの、ちょっと右の方にも救急車が2台あって、ストレッチャーが2台運ばれてるんですよ。それで、あの、おそらく、その電話してたときに、そのなんですか、した後に、その男性も死んだのか、それとももともと死んじゃってたのかっていう、ちょっとわからないんですけど、ほんと不思議な、そういう。 いやちょっと待って、うん、もう一番嫌なパターンじゃないリ,アルリアルな感じがすごい伝わってくるんですけど <laughs> それ本当にに2つパターンありますからね2、はい、ね二人とも, <laughs> もう終わってしまって、はい、でその、えー、助けを呼ぼうとしている霊を見てしまったのかはあそれどうなんですかそういうものをあの感じてしまった。改結構自分のね 日常の中でそういういいのなんかフラッッシュバックとかかないんですかあですすもありますそこら辺の僕犬飼ってるんですけど、うん、あの午前中とか散歩行ってるとそこら辺の桜の木であの子供とかが遊んでると、うん、<laughs> よくそんなとこで遊べるなあ,あそうか知らないんだもんなうらやましいなって、うん、でもやっぱその時のけくっきり覚えちゃいますねなんかその。 中澤さんどうですかこういうお話聞いてみたらユーマ研究家として本当にリアルとリアリティじゃないことその境を行ったり来たりしていますけどこれまたちょっとユーマとはまた違うようなそうですねだからオカルトいろいろ好きなんですけど UFO とかもみんな好きなんですけど、うん、やっぱり心霊ってたたりとか呪いとかあるじゃないですか、うん、なんでみんな追いかけるんだろうと思いますよね <laughs> ー。<laughs> あ<の> 危ないですよ僕の周りとかの呪いの人形とかそういうのを家に持ってる人たくさん周りにはいるんですけど<ー>なんでそんなものを追いかけたいって思うんですかね <laughs> 人はまず <laughs> 僕はただ追いかけないんですけどそういうちょっと変わったんかそういう経験結構多いんですかそうですで稲川淳二さんにお会いした時にそういう話したらんかいやもうそれはね出世するための誰かがんか背中を押してくれてるからねもっと見た方がいいとかってんか言いましまた師匠の貴重なお言葉でなあるんですけど反対してそれが健康的なのかどうかちょっとね疑問もありますけどもあカロリーの消費が結構ありますね今夜は。 えー、j w a v e h e l l o w o r l d オカルトサミット2014夏後編はユーマー研究家中澤武さんそして稲川淳二さんのモノマネでおなじみ BB 五郎さんと共にお送りしています。